実際のところどうなの？え？精霊と器の関係、意識や感覚の共有みたいなものはあるの？あ、うん。体の中に入ってる時にはエレノアが見たり聞いたりしたことはわかるよ。でも気持ちや考えてることまではわからない。箱に入っても箱の気持ちはわからないでしょ。そういう感じか。ならできるだけエレノアを一人にする時間は作りたくないわね。一緒にお風呂に入るのは嫌だよ。わかってる。あんたも年頃の男の子だもんね。お風呂はビエンフ。あいつは違うか。私かマギルーが何とかするとして、あんたとエレノアの間でどんな線引きしてるの？寝るときは？寝る前に話をすることはあるけど、ベッドで隣に寝たりはしないよ。エレノアの体の中に入ってる方がエレノアが起きた時にも気づきやすいし。夜中に起き出したことがあったの？ううん、今のところはないよ。それにすごくよく寝てる。ベルベットたちと一緒にいるときは顔が怖いけど、寝てるときはもっと優しい顔っていうか、髪も下ろしてるし、なんか可愛いって思った。へえ、ああいうのが好みなんだ。でもそれはそれ、監視は監視。でも、あ、年上の女には気をつけなさい。